はい、今回はですね、スノーボード初心者の方にですね、ぜひ滑り出す前にやっていただきたいストレッチの、紹介になります。はい、スノーボードはですね、足こういったボードにね、くっつけてバランスを取るような、動きになりますけれども、かなり全身下半身も上半身も全体を使っていく、もう全身運動のスポーツになります。でなおかつ寒い地域で行ってくるので、まず準備運動で大切なのは体を全部温めることです。そのために、とっておきな、ストレッチを紹介したいと思います。手をこうやって組みます。背中を丸めて大きく数字の8の字を描くようにやっていくものです。こうやって小さくならないように大きく、しかもできるだけ同じ円を描くような形できたら、少しこうやって上下動も入れながら体重移動、体重移動、上下動、上下動やっていくことによって、10回やるだけでもかなり体が温まってきますから、もしちょっと時間ないなという方は全部温まってきますので、これをやってみてください。10回必ずやってみてくださいね。はい、今回は以上です。